のピンチヒッターで登場しました、菅原しおりと言います。偶然なんですけど私もしおりでですね、しおりんって呼ばれているので、皆さん私のこともしおりんって呼んでください。よろしくお願いします。この番組は自由空間のことをもっともっと知ってもらおうという番組です。私とそしてゲストのいおちゃんとほなみちゃんと一緒に、視聴者さんもですね一緒に自由空間のことを知っていきましょう。わい、はい、この番組は面白クイズコーナーなど、充実の番組内容になっています。そしてですね、この番組は視聴者さんとコミュニケーションが取れる双方向型番組になっています。なので、見ている方、見てくださってる方ですね、どしどしチャットに参加してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。よし改めまして、こんばんは、菅原しおりです。最初に自己紹介をさせていただきたいんですけれども、私はですね、バンドアイドルとしてバンド活動をしたり、あとはソロでライブに出させていただいたりしています。で、秋葉系 BB チャンネルという無料のインターネット番組で、私たちが素人からロックバンドを結成して上達していく様みたいなのが見れるので、ぜひ皆さん興味を持っていただいた方は BB チャンネルを見ていただきたいと思います。あとですね、私ブログもやってるんですけれども、菅原しおりか、しおりかじり虫っていうちょっと変な名前のブログをやってるんですけど、かわいい、どっちからで検索してぜひチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。で、皆さんお待ちかねのゲストさんの紹介をしたいと思います。コメイジイオちゃんと大竹ほなみちゃんです。よろしくお願いします。はじめまして、コメイジイオって言います。コメイジってどういう感じなんだって思った方もいらっしゃると思うんですけども、コは古いっていう字で、古いに明るい地面の地でコメイジって言います。で、キサキに何代目の代っていう字でイオって言います。まあちょっと覚えにくいんですけども、みんなイオよって呼んでくれれば嬉しいです。いよよちゃん、はい、今は女優を目指していて、まあ、映画とかそういうドラマとかにちょっと書かせていただいてます。まあ、ブログもやっていて、いよよと一緒っていうのをやってるんで、かわいい、かわいい。まあ、いよよと一緒でも、コメイジいよでも、アメーバブログで検索していただければ出てくるんで、まあ、よかったら見てください。よろしくお願いします。お願いします。違いますね。皆さん、古いに明るいに
今季節の変わり目じゃないですか、うん、夏から秋に、はい、二人の好きな季節はズバリ何ですか？私は断然冬ですね。冬好きだ、はい、冬大好きなんですよ。まあ、それ何でかっていうとスノーボードがすごい好きで、すごいなんか早く冬になって滑りに行きたいっていつも夏になると思っちゃうんで、まあ、寒くなってきて嬉しいです。すごい。私、まあ、真反対で夏が大好きで、そうなんだ。特になんか夏の、まあ、今暑いじゃないですか。だからもう夏の夜が大好きで、うん、最近ちょっと涼しくなったんでいいんですけど、あのいや夏の夜のイベントが好きで、なんかお祭りだとか、いいですよね。ああいうワイワイしたなんかお祭りが大好きで、はい、夏が好きですね。じゃあ夏が終わっちゃうの寂しい。ちょっと寂しいですね。寂しいですね。私も夏が好きなんですけど、そうなんか切ないです。なんかちょっと涼しくなってきたなみたいな。ちゃんとその切なさもなんか夏もいいところですよね。あ、確かにね。よかったな、今年の夏もっていうし。はい、お、あ、ありがとうございます。モダンの人は街でも普段はストリート系ファッション、オーダーかな。あ、どんな格好してますか？そうですね、普段はなんかすごいなんかシンプル。なんか私はすごいなんかモデルのお仕事でもなんかすごい海外セレブのファッションが大好きで、そんな感じ。私もよくなんかボーグ、なんか日本雑誌よりボーグとか、うん、あのエルとかそういう雑誌、外人さんがすごい大好きで、はい、なんか私もいつかは、なんかまだ全然もう言えない、全然分かる、言えないんですけど、将来はなんか海外のモデルさんになれたらなっていう儚い夢があって、ちょっと恥ずかしいんですけど。いやいや、そんなことない。有言実行ですよね。できたら将来は海外のモデルさんになりたいなと思います。でなんかすごい、皆さんちょっと知ってるか分かんないんですけど、海外ですごい下着のブランドで、なんかビクトリアシークレットって知ってますか？聞いたことある。なんか今すごい下着でファッションショーとかってすごいアメリカじゃ有名なファッションですけど、皆さん本当綺麗で、ちょっと皆さん知ってたら調べても、パソコンでビクトリアシークレットって思ったら、すごいもうファッションショーの映像ですごい可愛い人たちが流れてくるんですけど、もうすごいもうすごい綺麗すごい汗かかってね。本当にね、気持ちが、はい、でも私なんか日本人出るかなっていうちょっと儚い夢があるんで。いやいや、夢だよ。でもなんかやっぱね、夢を語ってるこの熱い姿のキラキラしてる、キラキラしてる、キラキラ輝いてたよ。はい、でも本当に出てきたばっかりですけど、そこを目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってほしいですね、本当に。ありがとうございます。恥ずかしい。いやいやいや、全然恥ずかしくないよ。あ、ビマインのベースとドラムも生放送中なの。そうなんですよ、私のバンドの他の2人のメンバーが今ラジオ中で、時間の壁で、すごい、すごい、それ大丈夫なんですよね。ツイッターの方にも、あ、ツイッターの方にもありがとうございます。しおりちゃん、エンタ371レギュラー設定おめでとう、ありがとうございます。そう、そのね、バンドの番組が10月からスカパーでも見れるようになって、すごいありがたいです。すごい、そうなんですよ。すごいね、なんかこれからも頑張んなきゃっていう気持ちでいっぱいなんですけど、ありがとうございます。皆さん、あ、今で見ると身長も高そう。そうね、身長何センチですか？身長は今171なんですけど、大きい。今ヒール履いてるからもう歩いてると180くらい。羨ましい。え、でもすごい、ガジンさんになりたいって言ってたけど、すごいハーフっぽいじゃないですか。ハーフっぽいですよね。ほんと、よく化粧すると言われるんですけど、メイクを取ったらほんと誰って感じで、めちゃめちゃ日本人なんですよ。本当に、なんか外人メイクみたいなの。いや、もうむしろなんか、そうですね、化粧はなんか外人さんが好きなんで、そういう化粧を意識してるんですけど、もう化粧取ったらもう小学校6年生ですかみたいな。いやー、絶対ないな。そんなことないよね。だからそういうギャップでも本当に誰って感じで、すごい驚かれます。え、じゃあ、いおちゃんは普段どんな格好してるんですか？私ですか？私は、ほんと今日みたいな格好が多いですね。可愛い系っていうんですか？可愛
い女子大生っぽい感じなんですけど、今大学生ですか？今大学4年です。あ、現役女子大生ですよ、皆さん。あ、年収林はバンドの人というよりはもう童貞 MC の人みたいな。いや、いや全然本当喋るの下手くそなんで、なんかもう2人に隣、いや本当2人に助けられても、すごいなんかすごい緊張が馴染む、すごいね、なんかなんかくれたね、本当にとんでもない、ありがとう、嬉しい、いやいやいや、あ、現役、現役、あ、専攻、専攻は法学部なんです。法学部？法学部でやばいね、なんかミス、今4年生なんですけど、1年生の時にミス日大法学部、そう、すごいですよね、すごい、ミス日大法学部なんかレベル高い、そう、そう、しかもちょっとあの話したんですけど、ミスにあとなんかチアリーダーとかやってたんです、それもなんか高校の時はチアやってた、もうあの格好でちょっと出てきてほしいですね、出てほしいです、絶対似合う、やばい、すごい、ここにミス日大法学部のゆうちゃんがいるんですよ、皆さん皆さん、ちょっとよく見といてくださいね、あ、現役 JD という言葉にガッツくぜガッツくぜガッツく、法律か、法学部、法学部、うん、新聞学科です、珍しいんですけど、なんか、法学っていうよりなんか、あの法報道みたいな、新聞学科って言って、なんかジャーナリズムとかを勉強するメディア系の学科に行ます。なんかアナウンサーっぽいですもんね、ちょっと。確かに。なんか視線とかすごい綺麗。確かに女子アナっぽい。女子アナになれますよね。女子よりも女子アナっぽい。いやいやいや、すごいお天気お姉さんっぽいよね。お天気お姉さんと司会と何みたいな。いや、モデルさんじゃないですか。なんだろうみたいな。新聞学科なんてあるんだ、だって私も初めて聞いた、ちょっと珍しい、絵になる、絵になる、ね、すごいですね、さっきあの出身をちらっと言ってたじゃないですか、そう、岐阜って言って、ちょっと皆さんちょっと分かるか、すごい岐阜47とかだけど、もすごいもう、んっていう感じの岐阜は、なんかね、岐阜は多分岐阜最近なんか歴史ですごい、岐阜はなんか関ヶ原の戦いがあったり、お城も結構いっぱいあるところなんですね、だからなんか最近歴女が多かったり、歴史好きな、あとなんかゲームとかで戦国武将とか、あ、なるほどね、なんか織田信長とか有名じゃないですか、なんかそういう人が歴女たちが、歴男たちがすごい岐阜に来てくれて、ちょっと岐阜ちょっと盛り上がってるんですよ、もう岐阜すごいしょうもない、ちょっとなんかあんまりなんか知名度は少ないものなんですけど、最近なんかそういう方のおかげでなんか岐阜がちょっと盛り上がってきたので、私もちょっと一緒に岐阜を盛り上げたいなと思って、もう親善大使的なね、親善大使的に言ってないですけど、ちょっともっと皆さんに岐阜を発信したいなと思ったので、いっぱい広めましょう、方あの好きな方がいたらどんどん、はい、岐阜をご紹介していきたいと思います、じゃあ岐阜に来てください、岐阜の質問とかあればちょっと書き込んで、ほなみちゃんに答えちゃいます。あ、すごい。えなきょうとか中津川。何？そう、なんか美味しいものいっぱいあるんですよ。やっぱ田舎ですから水がきれいで、なんかもうすごい水を使った洋館です。なんかすごい、あの栗きんとん、この方が書いてくれてる中津川でとか、栗きんとんがすごい有名で、もうすっごい美味しいんですよ。なんかすごい老舗のお店があって。その秋しなんかその時期しか取れないんですけど、もうめちゃめちゃ人が多くて、美味しそう、栗きんとんとかね、美味しそう、そうなんですよ、嬉しい、素晴らしい、そうなんですよ、しい、はい、もうなんか特急使うと30分寝てちゃうみたいな、なんか田舎ですけど、なんかあの名古屋っていう都市まですぐっていう、いいところですね。なのでなんかよくなんか都心があまり好きじゃなんかゆっくりしたいわって方がすごい岐阜に住んでるみたいな。なるほどね。都心は離れてみたいな。なのですごい家族、あの住宅街ですね。本
一番可愛いパターンだ。なんかやらーとかなんかすごい、たまに喋っててんっていう感じ。そう、あ、なまってるなこの人って。でも普通に喋っててあんまり、あーなんかそんなに支障ないですね。そうなんだ。みたいな。でもなんかこの綺麗な顔でちょっとなんか方言出たらこの何、ね、キャップの萌えがやばいっすね。萌え萌えですね。本当ですよ。あ、僕は三重県人です。あ、すごい。三重県、三重県お隣ですね。お隣だ。そう、三重はすごいなんかあのなんかみあの伊勢神宮とかあとすごいなんか、うん、海に面してて美味しいし綺麗だし、すごいいいとこですね。そうなんだ、うん、やっぱ日本はいいところですね。日本人でよかった。いいところですね。いよよは？いよよは生まれも育ちも横浜なんです。今も横浜に住んでて。そうなんだ。横浜の人ってなんて言うんでしたっけ？ハマラーじゃなくて。ハマコです。ハマラーなんだ。ハマコ。ハマコですよ。ハマコです。ハマラー。ハマラー。いや、恥ずかしい。やらしいですか？恥ずかしい。恥ずかしい。いやいやいや。浜が面白い。横浜に住んでれば、横浜市歌？横浜市歌歌えるんじゃないかな。歌えないです。横浜市歌、なんだろう、有名なんですかね、横浜市歌。横浜市か、横浜市歌、横浜の歌なんですよね、きっと。あ、横浜市か、横浜市かは有名なんだ。ごめんなさい、知らないです。横浜市の歌、市の歌ってないです。鹿じゃないよ。有名なんだ。じゃあ次まで宿題です、ね、宿題にしましょう。横浜なら中華街の歌とかあるの？横浜出身のタレントさんがライブでアカペラで歌ってたようだって。有名なんですね。横浜市出身の結構アーティストさんいますからね。いますよね。でもなんか絵になりますもんね。なんか横浜すごい綺麗なとこなんで、そこでなんか歌ってたりなんかやってたらすごいなんか、なんか2倍も3割もしてぐらいですごい喜ばれちゃうような、実力もすごくすごくもらえて、すごい。そうですよね。街が素敵ですよね。夜景も綺麗、港未来も綺麗ですか。そう、なんか私前も話したんですけど、私ね、北海道出身なんですよ。え、そうなんですか。そう、北海道出身で、こう遊ぶところが、本当何にもないんですよ。北海道どこら辺ですか。広すぎて分からない。北海道の釧路市なんですけど、遊ぶところって言ったら、友達とかと遊ぶって言ったら、サティかジャスコか2択なんですよ。でも地方に行くとサティとかジャスコめっちゃでっかくないですか。そう、めっちゃでかいの。すごい、それびっくりする。もう本当に、もう遊園地ですよね。遊園地いますよ、一日いるみたいな。そう、本当なんか通路とかも無駄に広くて、ね、なんか回るとショッピングもできるし、なんかすごい遊ぶとこも充実してるし、食べ物もスーパーも大きいし。そうそう。でもなんかこっちの子たちはちょっとね、電車とか乗ればいろんな大きなとこに行けるじゃないですか。それがすごい羨ましいなと思って。ね、遊ぶとこいっぱいありますよね。そうですね。誘惑が多すぎて、なんか前に進めないですから。前になんか一日歩いてるだけで、あ、すごいって思う。今日もなんか一緒に ここに来る時もなんかクリーニング屋さんがあって、クリーニング屋さんに時計があって、ただいまの時刻っていうのと、あと仕上がり時間っていう時計が2つあって、もうそのなんか面白さ、なんかユニークさに、あ、すごいな、もうそれ移動ですごいなって思っちゃうぐらい。結構それ、普通じゃない。あのね、今思った。いや、あのね、すごい田舎の釧路市出身だけど、それ多分ありましたね。なんかありますよね。急にない。えっと、なんか、多分中に入ったらあると思うんですけど、なんかもうその看板、クリーニングかもわかんないのに、なんかパンパンってあって、あ、
看板みたいな、それが斬新かもしれない。斬新、斬新とかやっぱ東京だな。そう、まあ東京から始まったのかわかんないけど、あ、多分クリーニング屋さんじゃなくて写真屋さんだった。写真屋さんもある。そうそうそう、うん、写真屋さんで何時に持ってったらこう 何時に仕上がりますよっていうなんか時計がね、ありますよね。ちょっとないのかな、ないのかな、岐阜には。ちょっとあったらショックですけど、私の近所にはそう、ない、ないんですね。なかった、ね、東京は刺激がいっぱいで、うんうん、あ、船ルモイには行ったけど、あ、すごい、なんか北海道の話をしてくださってる、すごい。阿寒とか川湯とか観光は近いですけどね、うんうん、これ温泉なんです、阿寒とか川湯って。温泉街、めっちゃ気持ちいいんですよね、温泉が。そう、私函館クリスマスファンタジーには行くでよ、道東じゃなくて。あ、そうなんだ、函館クリスマスファンタジーなんだろう、なんだろう、私もわかんないや。なんか雪まつりみたいな感じですかね。あ、函館の、うん、函館の、ね、夜景らへんなんじゃないですか、綺麗だから。そうかも、わかんないけど、なんか函館ね、すごい有名なんですけど、実は一回も行ったことなくて北海道人で超有名なのに、その函館がね、一、うん、回も行ったことなくて、なんか釧路からってどうやって行くんだろう。多分電車だと10時間以上かかるんですよ。北海道弁ってどんなんですか。北海道弁で喋ってみてください。なまら暑いみたいな。じゃあ本当なんかその都度その都度、あ、北海道っていうのはあんまないです。あ、でもそんなないかもしれない。なんか3人とも方言で会話してみて、ね、方言で会話してみてだって横浜って方言あるんですか。一応なんとかじゃんは横浜らしい。そうね、でも、そうじゃんとか聞くんですよね。かわいい、かわいい、そうじゃん、ちょっとかわいいね。北海道の移動はバカにすると大変。そうなんですよね。そうなんですか、ね、本当に遠いの、どこ行くんでも、こう、こっちだとすぐ県をまたげるじゃないですか、うん、でもなんか、本当北海道は10時間車乗っててもまだ北海道みたいな、もうずっと山みたいなね、バカにしたら痛い目に遭うんですよね。そうそう、すごい、交通手段がバス。そう、なんか北海道は大変だけどいいとこなんですよ、でも。はい、じゃあなんかあっという間に時間が過ぎちゃった。と、早いね、これ次いきますよ。はい、と、自由空間さんのイベントですね。はい、いきます。自由で自由な自由空間クイズ、あれ、もう一回もう一回もう一回、自由で自由な自由空間クイズ、わーファミコンになります。すいません、ほんとに。じゃあちょっとね、お話の途中だったけど自由空間クイズに行きたいと思います。はい、ね、このコーナーは皆さんに楽しくクイズに答えてもらいながら自由空間のことをもっともっと知ってもらおうというコーナーです。真面目に答えてもよし、ボケてもよし、ここ重要ですよ。多分ね、問題が難しいから皆さんいっぱいボケてください。面白い答えを書いてください。で、皆さん楽しくクイズに参加、皆さん楽しくクイズに参加してください。で、面白い答えを書いてくださった方には3人からあのポイントをね、正解ポイントとは別に面白ポイントをあげちゃいます。で、見事優勝した方にはその優勝者さんが望む言葉をあの私たち3人が言います。好きなセリフをねリクエストされたセリフを3人で言っちゃいます。なので皆さんぜひ頑張って答えてください。で、ゲストさんにも答えは秘密です。これゲストさんたちにも問題に答えてもらうので、はい、皆さん一緒に考えてくださいね。はい、で、一つ注意、クイズに答えるときは Google 禁止です。ググっちゃダメですよ、ググっちゃダメですよ。ということで早速1問目いきたいと思います。はい、あ、待って、その前に1問正解で20ポイント、20ポイント、うん、1問正解で20ポイントで、面白ポイントは何ポイントでもつけます。3人の独断でつけます。なのでいっぱい面白いこと書いてください。あとちょっとなんか
これはダメだろっていう答えにはマイナスポイントもつけるのであまり変な答えは書かないでください。でも面白い答えいっぱいお待ちしてます。はい、ではいきますよ。1問目。自由空間キャンペーン中18日発売の DS 版ポケットモンスターブラックホワイトで、自由空間で発売から1ヶ月期間限定でゲットできる幻のポケモンといえば何でしょう。ポケモンポケモンだよ。ポケモン、ちょっと今カミだったからもう一回言いますね18日発売の DS 版ポケットモンスターで、自由空間で発売から1ヶ月限定で幻のポケモンがゲットできます。さてそのポケモンは何でしょうか。皆さん面白いことはいっぱい書いてください。あ、ちょっと面白い答えじゃなかった正解正解を書いてください。分かんなかったらいっぱい面白いの書いてください。はいポケモン一丁ポイントちょうだいな。そんな簡単にはあげないですよ。すごい一丁うなぎんぐって書いてあるしおりんって書いてある。しおりん、あーしおりんって強そう。嘘ポケモンでしおりん出てきたらみんな嫌でしょドラえもんって書いてある人誰ですか。うなぎんぐ、コダック、あ、コダックね。コダックいますよ。コダックは誰。ドラえもん、まさかのコラボだね。まさかですね、それはケンシロウもまさかのコラボだね。ケンシロウ絶対強いですね絶対強いですね。ちょっと待って、しおりんって書いてくれた人ちょっと20ポイントをあげますね。あ、お、ジョンさん、ジョンさん20ポイント加算すごい。ケンシロウくさいかな。え、待って、これさ、なんて読むかわかんないよ、私。イカリシンジですよ。イカリシンジこれ読まなかった。イカリシンジ、なんでしたっけ。イカリシンジ、エヴァンゲリオンです。あ、エヴァですね、今話題のね。シンジくん、あっけしのサンマこれ北海道の人かな。あ、そうなんですか。アカシアサンマ確かにポケモン、ポケモンでサンマさん出てきたらね、強そう。タイプなんだろうとか何タイプだろう。え、待って、これ制限時間とかあるんだっけ、あるんだっけ、あるのかな、ない。じゃあちょっとまだ面白いの出てきそうだから。うん、すごい面白い。コダックがね、ちょっと正解狙ってる感じですね。ガッツいちゃうガッツいします。冒険牧場じゃああと10秒でストップしますよ。はーい、いきます。10、9、これ絶対バナナポケモンですよ、ね。バナナ持ってます。待って、中断しちゃったよ。待って、じゃあ6からね。6、5、4、3、2、1、終了。そこまでです。あ、お、なんか最後でいっぱい増えましたね。はい、ガッツリします。ジミーおにし新聞学科のモデル、あ、新聞学科のモデルってなんか2人ミックスされたヒグマモン、あ、ヒグマモン、いいね。あ、ビールボタンの、あ、そうですね。待って、これこれ面白い。だって女の子だもん。ポケモン、ポケモン、女の子、うまい、うまい、すごい。女の子だもん。このこの、あ、まだ、おまるさん、おまるさん、じゃあこれ30ポイントさせてください。30ポイント。はい、じゃあすごいですね。おまるさん30ポイントでしょ。はい。ね、実はね、この中に答えは1個もなかったんですけど。正解を発表しちゃうと、幻のポケモンはビクティーです。ビクティー、ビクティー、ビクティー、ビクティーかな、だそうです。皆さん覚えててくださいね。ビクティーじゃないです。ビクティー、違う、ビクティーですよ。ビクティー、吹いてあげたいですよね。確かに。あ、テンション上がるわ。ありがとうございます。さすがまるさん。自由空間キャンペーン中の18日発売の DS 版ポケットモンスターで1ヶ月限定でゲットできる幻のポケモンはビクティーです。皆さん覚えておいてくださいね。ビクティーじゃない。で、今ポイントをあれしたのはジョンさん20点と、あとおまるさん30点。じゃあこのこんな感じで皆さんどんどん参加してくださいね。はい、じゃあ2問目いきます。はい、じゃじゃん。
自由空間池袋西口センタービル店で11月1日まで DS のゲーム体験版ができるワンピースのゲームのタイトルはなんちゃらバトルと言います。さてこのワンピースのゲームのタイトルは何バトルでしょうか。皆さんシンキングタイムスタート。何ゲームの体験、あ、ゲームの体験版ができるワンピースのゲームのタイトルだそうです。なんとかバトル、皆さん考えてください。お二人もよかったら考えてくださいね。はい、私これわかります。ワンピース大好き。あ、ワンピース好きだ。私も大好き。でもちょっとわからない。ね、ワンピース面白いですよね。ワンピースも全巻持ってます。弟が弟が全巻持ってます。本当に今何巻まであるんですか。59ですよね。59巻まであるの、うん、すごい、全部持ってるのはすごいな。あ、かかみはらキムチ。キムチ、かくむはら、かかみはらキムチ、これ私の地元なんですよ。全然ワンピースと関係ないんですよ。キムチバトルするんですよ。キムチの歌あるんですよ、岐阜。そんな有名なんだ。カミハラキムチの歌があって、今歌いますか。なんか何でしたっけ、なんかすっごい前流行ったんですけど、なんかすごいマスコット、カカミハラのマスコットじゃなくてそのキムチのマスコットができちゃったぐらい。キムチのマスコット、キムピっていう、なんかすごいなんか可愛い、可愛い、唐辛子の、なんか足に手と足がこうやって、かわいい。麦わらバトル、自由空間ネクストバトル、おお、いいね、盛り上がりそうですね。お、ギガントバトル、都道府県バトル。今ここで都道府県バトってる。すごい、他に何バトルでしょうか。皆さんどんどん書き込んでください。何バトル、自由空間ネクストバトルも ある意味こうですよね。そうですね。盛り上がりそう。じゃああと10秒で締め切りますよ。はい、じゃあカウントダウン、あ、コスプレバトル、なんだ、星バトル、年バトル、年バトル、おっ、じゃあ10秒前、10 9 8 7 6 5 4、そこまで。よし、これね、実はね、正解がちらほら出てるんですけど、ますね。じゃあ正解いきます。この答えはギガントバトルです。何人か正解してる。すごい、ギガントバトルが皆さんワンピース好きが多いですね。ね、しおりん恋の争い。恋の争いする。面白い。ワインボトルとか。もうバトルじゃなくなってるよ。ワインボトルね。ギガトン、ギガトン、ちょっと惜しいね。惜しい。ギガントバトル、ヤバトンみたい。難しい、これ難しかった、確かにな。じゃあギガントバトルって書いてくれた方には20ポイントを差し上げます。ありがとうございます。20ポイント。はい、ね、これなんかさ、どれか好きなの、お二人の好きなのに、あの面白ポイント、じゃあ、私はキムチバトルが面白かった。キムチバトルって書いてくださった方に、はい、何ポイントがいいですか。じゃあもう嬉しいんで、ちょっと嬉しいんで、50ポイント。おお、でかい。いいな。じゃあ、あれ知らないですもん、かかない。そうだよね。そうですからね。でもさ、なんかこれ正解してくれた人 20% じゃない、20ポイントって、そう、間違いなかった。いや、30、そういう、私、分かってなくて、全然、嬉しさで言っちゃったんですけど。いや、嬉しいから50ポイントにしましょう。いいんですか。すいません、ちょっと、ごめんなさい。よし、じゃあ、次。有名じゃんって書かれてるよ。でも確かに、
あの B 級グルメってあるじゃないですか。でもあれでなんか1位か2位になって白子、そうなんですよ、片目のキムチすごい、食べてみたい。白子ホルモンすごい有名じゃないですか。あ、神奈川ですよね、白子のホルモン。あ、はい、そうだよね、うん、それと張り合えるぐらいなんか、あ、そうなんだ。 B 級グルメではすごい美味しそう、食べたい。すごい実践らしいですよ。なんかキムチの中になんか人参と松の実が入ってて、そう、かかみはの名産が人参なんですね、その人参がすごい甘い、キムチの辛い中に甘みがすごい、松の実のナッツがすごい食感を与えてくれて、すごいなんかリポーターさんみたいだね。本来なんか、すごい食べ物大好きなんで、いやー、食べたいな、食べ物が全然。で、お腹が空いてきたところで一個いい問題があるので、そっち先に行っちゃいますね。何ですか？の自由空間で、あ、ごめんね、次の問題行っちゃいます。いきますよ、じゃじゃん。自由空間で期間限定メニューの牛タン丼っていうのがあります。で、ズバリ今私が食べたい牛タン丼は何でしょうか？何だろうこれ超唐突すぎる。わからない。牛タンで何の種類があるんですか？あ、これは4択でいいのかな。これ本当のメニューがあって、牛タン丼、じゃん、美味しそう。見えるかな、と、牛タン丼とろーり卵のせ。え、美味しそうだよね。美味しそう。これか、さっぱり和風牛タン丼が、あ、ありがとうございます。これか、ピリ辛韓国風牛タン丼と牛タン丼とろーり卵のせっていうのが4種類あります。もう一回言うよ、牛タン丼とろーり卵のせ、さっぽり、さっぽりだって、さっぱり和風牛タン丼ピリ辛韓国風牛タン丼、牛タン丼とろーり卵のせっていう4種類あります。で、今私が食べたい牛タン丼は4種類のうちどれでしょうか？シオリが食べたい牛タン丼、今シオリが食べたいのは何だ？牛タン丼ですか？なんだ、牛タン丼にキムチ乗ってるね。確かにこのキムチをさ、さっきのに変えたらきっとバカ売れたよ。バカ売れたよ。提案してみましょう。提案しようかな、帰りでコラボレーションで、自由空間さんに、うん、キムチ好きなら盛岡冷麺とか好きそうだな。トマトのせ、そう、トマトね、私トマト大好きなんですよ、あの食べ物の中で一番トマトが好きなんですよ。あ、そうなんですか。そう、トマトのせって書いてくれた人30ポイントわー、ピリ辛韓国風牛タン丼、あ、とろり甘い恋のせなんかみんないろいろ考えてくださって真ん中の子キャワイイだって。わー、ありがとうございます。本当にメインコインですよ。そう、もうみんなメインコイン。生で見ると本当にびっくりする。そう、姫みたい。もうね、本当に画面通しても可愛いけど、うん、本当に可愛い。もうちょっと今から見に来てほしいくらい可愛いです。本当2人とも可愛いです。ありがとうございます。もうオホーツク塩味バターソースがでかけ牛タンの、そっちかな、美味しそう、確かにすごい美味しそうみんなすごい創作料理コーナーになってるけど、とろりうずらの卵のせ、あ、うん、いい、いいね、あげれそう、あげれそう、いい。さあ、何かな、私の中ではね、もう答えは決まってるんですよ。何が食べたいんだよ。じゃあ、待ってよ、あとじゃあ5秒で終わりにしますね、うん、なんか10秒だと長いかなってさっき学習したじゃあ、あと5秒カウントします。あ、すごいすごい、いくよ、はい、お、いろいろ来てる。ソフトクリーム吸ったソフトクリームか5秒前5、4、3、2、1、そこまで。よし、なんか最後ラストスパートいっぱい来ました。でも正解いますよね。いるよ、いるよ、とろりうずらの卵のせ、いいね。サルゴボ、え、でもカエカエル卵ってオタマジャクシじゃないの。あ、そっかえ、違う、甘いソフトクリームのせ、特製ひだき美味しそう、うん、サルゴボ、いくらさっぱり、あ、いくら美味しいですよ。
じゃあ私の一番食べたかった牛丼を発表します。はい、答えは全部食べたいけど全部食べたいけどこれを選びました。さっぱり和風牛丼丼。おお、うん、いますよね。美味しそう。とろろ&おろしポン酢が食欲をそそるって、もう完全にこのキャッチフレーズですよね食欲をそそられました。題名の通り、題名の通り、ね、さっぱり和風牛丼牛タン丼って書いてくれた方に20ポイント差し上げます。おめでとうございます。すごいですね、しおりの心理分かってますね。ね、さすが。さすが。でもね、トマトのせとかね、多分絶対美味しいと思うんだよな、うん、トマト好きです。あと岐阜にトマト丼っていうのがあるんですよ。トマト丼、郡上の方なんですけど、トマト丼っていうのがあって、トマトとにこっちの掛け合わせたので、美味しいです。美味しそう。美味しい。来て来て。行く。じゃあ案内してください。おいでおいで。おいで。かわいい。おいでおいで。愛知県の方ですけど。おいでおいで。皆さん羨ましいでしょ今。おいでおいでってほなみちゃんに言ってもらいます。もう私は満足です。もう満足ですよ。でね、ちょっと待って、まだ。実はクイズが用意されてるんですけど、これまだ行っちゃっていいのかな。じゃああと1問ダッシュでいきますね。どうかな、うん、じゃあ最後の問題いきます。はい、自由空間ビッグボックス宝のババ店のオリジナルメニューで大好評発売中、塩塩たこ焼きですが、たこといえばイカと同様に墨を吐きます。うん、たこもイカも墨を吐きますね。でイカの墨とタコの墨はどっちが美味しいでしょうか。イカ墨じゃないですかね。これは難しい。タコの墨って見たことないです。イカ墨聞いたことない。ね、タコ墨ってないです。タコの墨書くんです。皆さん考えてください。タコの墨とイカの墨はどっちが美味しいでしょうか。タコ、ね、これは似てくるからね。イカタコ。合ってる。お、量が少ないだけ。タコ。おお。すごいすごい。イカの方が量が多いんですね。そうなんだね。へえ。二択ですよ。皆さんどんどん書き込んでください。イカの墨とタコの墨どっちが美味しいか。うん、ボケにくい確かに。確かにね。私はボケにくい。ボケにくい。二択はボケにくい。タコは書き留めに。なるほどね。え、やったことあるんですか。すごく上中タコ。菅原しおりの墨って墨吐くんですか。しおりが墨吐くんですか。実はね、墨吐く。美味しそう。二択はいかんって言われてる。イカとかけてるんですかね。うん、美味しいかどうかって主観の問題。まあ確かにね。確かに人によるからね。じゃあ、あと5秒で締め切っちゃいます。あ、うん面白い。じゃあ5秒前、5、4、3、2、1、そこまで。じゃあここで締め切りますよ。墨田区に住んでる人が決める。墨田区だけにね。面白い。皆さん面白いですね。以下同文。はい。これは正解答を、いつも店員さんに言ってもらってるんだけど、今ちょっと忙しすぎるんで。あ、はい、了解しました。今ちょっと天の声が聞こえたんですけど。そう、いつもはこれ回答をスタッフさんに言ってもらってるみたいなんですけど、今ねすごい忙しいみたいで。私が代わりに答えを発表させていただきます。はい、どう、タコの墨とイカの墨はどっちが美味しいか。答えはタコです。おタコなんですかね。ね、タコ墨ですかね。タコ墨って聞いたことない。聞いたことない。じゃあここでうんちくコーナーね。じゃあ皆さん聞いてください。はい、どう、
タコの墨はイカの墨と比べてうまみ、カッコ、アミノ酸が豊富に含まれているが、粘性が低く水に溶けやすいという点と、墨を抽出しにくいという点から加工がしにくく料理には適さない。でも、イカの方、あ、イカに比べてアミノ酸が豊富に含まれてるからタコの方が美味しいらしいです。へー、だから料理とかにすると、うん、ダメになっちゃうってことですよね。なのかな、まあ、水に溶けやすい、うん、まあ、そうなんですね。うん、でもきっといっぱい量が取れて、うん、いっぱい使えるんだったらきっとイカスミパスタとかじゃなくてタコスミパスタの方が美味しいんですね。そうか、食べれるかもしれないね。科学的に旨味は多いので、だってそう、科学的にタコらしいです、答えは。うん、なのでタコって書いてくださった方に20ポイント差し上げます。そしてお腹が減ってる私たちの目の前に、はい、じゃーん、わかりますか、たこ焼き、塩塩たこ焼き、これが自由空間さんの名物オリジナルメニューだそうです。え、これ食べていいのかな。食べていいらしいですよ。わー、やったー、塩塩たこ焼き、塩塩たこ焼き、確かに。いやいやいや、私じゃないですよ。特製のチーズソースね。おー、すごい、チーズソース、チーズソースがかかってあって、お先にどんどん食べてください。すいません、いただきます。いただきます。おいしそう、おいしそう、食べたい、いただきます。でしょ、でしょ、食べたいでしょ。食べに行きましょう、だって食べに来てください。初歩、私もいただいていいですかね。はい、いただきます。いただきます。
優勝者さんには言ってほしいセリフを私たち3人から言わせていただくっていう、うん、あの特典があるんですけど、よかったらね、なんか言ってほしい言葉があればちょっと書き込んでもらっていいですか。小丸さん助けて、商品ボケポイント制になって優勝者がどんどん変わるようになったって、あ、申し訳ない。申し訳ない。今度から気をつけます。さあ、お、ドーン。ドーン。なんか言ってほしい言葉があったらぜひぜひ考えてください。何でも何でも何でもかな、何でも言うよね。うん、キヨタンワールドさん、名前かわいいですよね。キヨタンたまちチューして。これはありかな。ありですか。おまるさんと代わりに考えて、あ、そっか、おまるさんが代弁してくれたんですね。おまるボーイさん。他にあれですか、うん、ひよたんさん、ひよたんさんからは、ひよたんさん、それでもいいですか。ひよたん様、ひよたん様、なんかあれば書いてください。なんかあれば書いてください。ひよたん様、ひよたん様、ご主人様みたいな。ひよたん様、あ、たこ焼きおいしい。たこ焼きも早速。でもこれひよたん様じゃないね。はい。さあ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 。他の方がいろいろ。他の方がいろいろ書いてくれてますね。中顔。皆さんどうでしょうか。え、じゃあこの中で決めちゃっていいかな。うん、大丈夫ですか。今来ますかね。お待ちしてますよ。待ちしてます。じゃあもう一回告知を。そうですね。じゃあ、はい、今キヨタンさんに考えてもらってる間にお二人から告知をしてもらいたいと思います。何かあればお願いします。はい、私たち今日、はい、私たちが今日収録終わってから今これに来てるんですけれども、ほうほう、10月から千葉テレビと東京では MX テレビで放送されるんですけど、そちらの何だっけ、タイトル、こう、スター発掘、癒しの天使を探せっていう番組に出させていただいてて、10月から MX テレビ金曜日の26時深夜2時ね、深夜2時から放送するので、よかったら、はい、ぜひ見てください。花子ちゃんと映ってるんで、よかったら見てください。はい、ぜひ皆さんチェックしてください。テレビ、テレビすごいですね。いやいや、もう初めてね。癒しの、癒しの、癒しの天使を探せ、もう二人にぴったりの番組ですね。ぜひ皆さんチェックしてください。他に大丈夫ですか。はい、私からもちょっと時間がないんですけど、ちょっと告知させてください。さっきも言ったんですけど、秋葉系 BB チャンネル様というあのインターネット番組がありまして、そこで秋葉、あ、マンドルという番組に出演させていただいています。で、10月からスカパーでも放送されるようになるので、ぜひスカパー見れる方はチェックしていただけると嬉しいです。あと来週23日の木曜日と、あと10月の2日と30日にライブがあるので、ぜひ詳細はしおりかじり虫ブログでチェックしてください。で、お時間ある人は足を運んでください。お願いします。お願いします。はい、待って、ひよたんワールド書き込みありました。いいね、いいね。そう、ベスト様の名前は塩塩たこ焼きが大好き。お、お、うん、いいね、いいね。じゃあこれをゲスト様の名前はお二人にやってもらいましょうかね。 OK ですか。はい、まあ、順番全員で、全員で最終的には1人ずつ、1人ずつ、じゃあ、ほなみちゃんからいきますか。私ですか。はい、からいきますよ。じゃあ、塩塩たこ焼き大好き。
なんかこれ私も言っていいのかな。じゃあ本当すみませんね。じゃあ言わせていただきますよ。しおりは塩塩たこ焼きが大好き。うん。キュンキュンした。でしょうか。かわいい。皆さんありがとうございます。あ、バンドルシーズン2ロードオブメダルありがとうございます。アッチさん、アッチさんありがとうございます。ありがとうございます。3人とも何かを失った気分にはならなかった？大丈夫、大丈夫。ね、こんなんでよければいやよかったよかった、うん、今日あ、今夜は記念日になるね。だってそんなこと言っていただけると嬉しいしね。もうあと残り3分だよ。皆さんどうでした今日は。1時間すごい早かった。ねえ、あっという間だったね。なんかこういうのバスター系初めてなんですけど、なんかいいんですね。すごい投稿してくれた人とすごい会話できてるみたいです。すごい楽しい。楽しい。やっぱみんな書き込んでくださるのですごい楽しい。すごい楽しい。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした？いや楽しかったですね。みんな、ほなみちゃんもしおりちゃんも今日初めて会ったんですけど、すごいおしゃべりたくさんできて超楽しかったですね。なんか本当、みんなすごい話しやすくて私もすごくやりやすかったです。本当にありがとうございます。あ、なんか、はい、もっと毒があるとなお良いだって。あ、じゃあ私毒行きましょう。毒行く？なんか、バラ、顔、なんかイメージ、絵面的に毒っぽくないそんなことないよね。タイトルで更新してなかったらこの番組は見てなかったはず。もうありがとうございます。そう、さっきねブログで緊急って書いて、よかったら見てくださいって言ったんです。天使、姫、毒。そう、毒。全然毒じゃないよ。じゃあもう時間になってしまったので、最後にしおりんのもっともっと自由空間は毎週水曜日夜9時から1時間生放送しています。来週もですねこちらで生放送、公開収録生放送行われますので、皆さんぜひ足を運んでいただくか、なんだパソコンでチェックしていただくかお願いします。では皆さんありがとうございました。